小川の前で一人の少年が立ち止まっていました。なこかいとぼかいなこよかひとべ、周りの子供たちが大きな声で少年をはやし立てます。どうしよう、飛び越えられないと川に落ちて泥だらけになる、怪我をするかもしれない、怖い怖い。散々迷った挙句、たったった少年は走り出し、思い切ってえいや向こう岸へとうまく飛び越えることができました。うわ、大きな声を上げながら子供たちが風のように原っぱをかけていきました。少年の名前は稲森和夫と言いました。和夫のお父さんは家で紙の袋を作る仕事をしていました。お母さんも仕事を手伝い、両親は休日も休まずに働いていました。お父さんは一緒に暮らすおじさんの身の回りの世話もしていて、とても忙しそうでした。おじさんは結核にかかって寝ていました。70年ぐらい前のことですから、まだ医学が進歩しておらず、結核になると死んでしまうと言われていました。結核にかかりたくなかった和夫は、おじさんの部屋の前を通るときは息を詰めて走りました。それなのに13歳になったとき結核になってしまったのです。僕もおじさんのように痩せて血を吐いてやがて死んでいくんだと、和夫は怖くてたまりませんでした。その頃、日本はアメリカや中国と戦争をしていました。第二次世界大戦です。爆弾を積んだ飛行機が和夫の町にまで飛んでくるようになり、和夫の家は空襲で焼けてなくなりました。仕方がなく和夫の一家は疎開しました。そして紙袋を作る仕事ができなくなった和夫のお父さんは、海水を汲んで煮詰めて塩を作りました。塩はさつまいもやすいとんと交換してもらえたのです。俊典、和夫、手伝いなさい。お兄さんと和夫は一生懸命働きました。不思議なことですが、空襲の中を行きたいと逃げ回っているうちに、和夫の結核は治っていました。戦争が終わりました。結核のせいで中学受験に失敗した和夫は、私立の中学校へ通っていました。その時代は多くの人が中学を出ると働いていました。貧しかった和夫の家でも働くことが当たり前でした。しかし学校が新しい制度になって、クラスのほとんどが高校へ行くようでした。和夫も高校へ行きたいと願うようになりました。担任の先生が応援してくれました。何度もお父さんに頼み、ようやく行かせてもらえることになりました。高校生になった和夫は一生懸命家の手伝いをしました。紙袋を自転車が倒れそうになるぐらい山のように積んで売り歩きました。たくさん袋が売れた日は大急ぎで家に帰りました。家族の喜ぶ顔が見たかったのです。医者になりたい夢があったのに、希望する大学には合格しませんでした。反対されながらも和夫は大学まで進み卒業しました。ところが就職する会社が決まりません。
心配した先生が紹介してくれたのは、潰れかかって給料の支払いが遅い、そんな会社でした。和夫はがっかりしましたが、せっかく入れたのだから頑張って仕事をしてこの会社を立て直そうと考えました。研究室に泊まり込み、鍋や釜を持ち込んで電熱器で食事を作りながら、ニューセラミックスの研究に打ち込みました。新製品の開発は成功した。次はセラミック真空管だと必死に取り組んでいたのに、もう少しというところで、君の力では無理だ、あとは他のものにやらせると上司に言われてしまいました。和夫は悔しくてたまりません。今日限りで会社を辞めます、大きな声で叫んでいました。会社を辞めて困っていた和夫に、自分の会社を作ればいいと応援してくれる人がいました。あなたのために会社を作ってあげましょうとお金を出してくれる人もいました。私たちも辞めて稲森さんについていきますと会社の仲間が言ってくれました。こうして和夫が27歳の時、京都セラミック株式会社京セラができました。注文が来ると、和夫はその部品の役割や作り方をみんなに分かるまで丁寧に教えました。お金は天から降ってこないと力を合わせて働きました。会社が潰れたら生活ができなくなると必死で働いた結果、1年で儲かる会社になりました。アメリカのアポロ計画の宇宙船にも部品が採用され、月に人類を送るという宇宙への壮大な計画に京セラも参加することになりました。そんな時、アメリカの有名なコンピュータ会社 IBM から2500万個もの部品の注文が来ました。その部品を作るためにはとても難しい技術が必要でした。でも京セラの技術を信用して仕事を頼んでくれたのです。うちの会社で作れるだろうかと和夫は不安でしたが、反面、この難しい仕事をやり遂げれば京セラは世界に認められるとも考えていました。毎晩みんなで遅くまで残って仕事を続けました。何度やっても電気炉の温度が一定にならないと肩を震わせて泣く社員もいました。それでも必ずできると信じて、何度も何度も実験を繰り返しました。2年余りの間、お盆もお正月も休まず必死に働きました。そんなある日、とうとう注文の部品が完成しました。万歳。 IBM の仕事をやり遂げたことで、次々に注文が来て会社が大きくなっていきました。京セラは素晴らしい会社だと世界中に認められるようになりました。1980年カリフォルニアに事務所を開いたのをはじめとして、アメリカ各地、ドイツ、メキシコ、中国、インド、ベトナムなど世界各国に進出していきました。和夫の思いは実現していったのです。成功は自分一人の力ではないと和夫は思っていました。結核にかかり熱のあった和夫を試験会場に連れて行ってくれた先生、あなたは素晴らしいエンジニアになりますよと励ましてくれた先生、会社を作るためにお金を出してくれた人たち、和夫を信じて一生懸命働いてくれている社員たち、世のため人のためになることをしてご恩をお返ししたい、和夫は心に誓いました。和夫が世のため人のためにした仕事はたくさんあります。その一つが太陽電池です。
資源の少ない日本では必ず必要になると会社の経営が大変な時でも研究をやめませんでした。地球温暖化対策として日本で初めて発売した住宅用太陽光発電システムの人気も高まっています。次に手掛けたのはセラミックで人工の骨を作ることです。丈夫で金属のように錆びることがないので骨の病気で困っている人や怪我の治療に役立てることができます。まるで私の足が戻ってきたようだわ。事故で足をなくした女の人に笑顔が戻りました。小惑星探査機はやぶさにも惑星探査機の搭載電池用の部品として使われ宇宙開発に貢献しています。中でも一番大きな挑戦は電話会社の KDDI を作ったことでしょう。日本では100年もの間電話会社は1社だけでした。電話は人々の暮らしに欠かせないものなのに料金はアメリカの9倍もしていました。もっと安かったらみんなが助かるのに。新しい電話会社を作りたいと和夫は思いました。私が新しい電話会社を作ろうという思いは善なりや、指針はなかりしかと和夫は毎日自分の心に問いかけましたが、決心は揺らぎませんでした。それで新しい電話会社を作れるようになった時、私がしますと手を挙げました。考えに賛成してくれたいろいろな会社の社長たちが和夫を応援してくれました。 KDDI ができたおかげで電話代が安くなり、みんなが喜びました。経営が困難になった日本航空 JAL を救ったのも和夫でした。日本政府に再建を頼まれた和夫は、社員のため、国民のため、日本のためにという強い思いを持って引き受けました。ところが驚いたことに、日本航空の社員には会社が潰れたという危機感がありません。和夫は社員たちを捕まえて心構えを説明して回りました。夕食はコンビニのおにぎりだけ。そんな日々を過ごしながら会社を立て直していったのです。和夫と話し、一生懸命に働く姿を見た社員たちは心を打たれ、自分たちも頑張ろうと思い始めました。こんな風に和夫は日本航空の社員一人一人の心に思いの火をつけていきました。今日本航空は素晴らしい会社に生まれ変わっています。世のため人のために役立つことをしたいという和夫の高い志は、自分のお金で稲盛財団を作り京都賞を設けました。世界中の科学者、技術者、哲学者、芸術家などの中から立派な仕事を成し遂げた人を選んで賞金を贈ります。1985年の創設以来28年が経ち、90人ほどの人たちに賞が贈られました。第1回の授賞式にはスウェーデンのシルビア王妃も招かれました。ノーベル財団に特別賞が贈られたのです。選ばれた人たちは世界各国から日本の京都に来て表彰されるのです。和夫が開いている清和塾には、全国からおよそ9000人もの中小企業の社長たちが和夫の話を聞くために集まります。和夫に質問したり意見発表を聞いてもらうことを通して経営を学んでいます。ここは良い、ここはこうすれば良くなると、和夫は会社がうまくいかなくて苦しんでいる人たちに丁寧にアドバイスをします。日本だけでなく
世界中に繰り広げられる聖和塾の活動は、和夫のボランティアの一つです。和夫は指導者、経営者として世界の人々から注目されています。辛く苦しい時があっても、強く思い諦めず必死の努力を続けたからこそ、稲盛和夫には素晴らしい未来が開けました。21世紀を担う皆さんにも、どうか思いのパワーを信じ、世のため人のためになる美しい思いを持ってほしいと和夫は願います。人間の能力は無限で、思いは必ず実現するのですから。